ニットガル、こっちだったよね。そのはずだ。ここから見ると小さいね。距離があるからな。ねえ、ティファと何かあった？うん、ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でもわかる、幼馴染なんて羨ましい。大切にしなくちゃ。おそらく。話は後、とにかく宿に戻れ。でも仲間は避難した。あとは君たちだけだ。戦おうなんて考えないでくれ。町が巻き込まれる。逃げよう。ついてこい。ミッドガルの魔法をやったのは君たちなんだろう。
私は味方だ。本家に知り合いがいてね。あんたもアバランチか。似たようなものだ。待て、私が兵士の気を引く。君たちは上の足場を渡れ。うまくいったな。宿まであと少し。気を抜くな。みんなは？下で待っている。地下道が町の外まで続いている。今ならまだ待ち伏せはないはずだ。外に出たら近くの農場に私の知人がいるから頼るといい。それとこれを。クラフト端末だ。共和国時代に作られた骨董品だが、アイテムクラフトができるようになる。よければ使ってくれ。俺たちを行かせて、あんたは大丈夫なのか？私もこの町も、シンラとはいろいろあって、正直これが正しい道なのかはわからん。考えが変わる前にさっさと行ってくれ。よかった、無事だったんだ。ごめん。
ク、二人で何してやがったんだ。デートみたいな。え？そういうのはしばらくお預けだ。いいな。よし、脱出だ。行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だな。改めてそう思った。それに私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ。例えば荒野の歩き方。そんなの簡単だぜ。俺のやり方はとりあえず歩き出せ。カームにはしばらく戻れないよね。そうだな。
補充しておかないとね。まるまる太らせると高く売れるからさ。
常に補充しておかないとね。あんたらアバランチだろ。心配するな。カームの宿屋から連絡があった。シンナが本格的にあんたらを探すらしい。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すには。Hit!
中していく。しまった。問題ない。
餌は常に補充しておかないとね。まるまる太らせると高く売れるからさ。
よ、おや。こいつは皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン。今お見知りおきを。今日はあいにく車の調子が悪くてね、乗せてやらないよ。今日は大丈夫、ありがとう。この辺りで人気のないところはないか。ま、若いうちは情熱に流されるものだからな。そうだな、湿地帯にある船着き場なら誰もいないし、静かだし、バッチリだと思うぞ。よければ後でうちの牧場にも寄ってくれ。これで
ここまで隙を作る。かき回してやる。どけ。今この隙に攻めるぞ。ておかないとね。まるまる太らせると高く売れるからさ。
消えろ狙う今だ外れろ一気に叩
叩き込む。ここまで。チュア隙をつく。切る。集中していく。計画です。あれはモンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。
動物は食べるためまたは縄張りを守る。ために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない。鼻も鍛えるのかな。神羅はいねえな。ああ共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。でミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああその通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルゾールムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場までだってどうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。一気に行くぞ。そこ集中して行くよ。飛んでけ。切るんだ。それグロノン
攻めるぞ。行くぞ。揺さぶって他の調子でいくぞ。これは皆さん、ようこそグリーン牧場へ。トラック、治った？お嬢さんたちと会って元気になったのか、なんとか動いてくれたよ。で、今日は？あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな。さあ、なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんな。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか。もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。
いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるって言うなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。ごめんね、私たち旅の途中でそんなに払えないの。あ、それならいい情報があるんだ。情報量千ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった、ありがとう。あとこれ重要。情報はタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。お兄ちゃんがお金お金ってごめんなさい。お仕事だからね、気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなってからとってもお金にうるさくなって。お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、知ってる。どこにいるの？6番街のスラムだろうな。ウォールマ…サムに会いたいの？その人、パパとママの仇なの。クリン、その話はお客さんにはしないよ。でも今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。うん、わかった、誰にも言わない。あ、ピコを捕まえたらこの野菜あげてみてください。ピコは特に野菜が好きだったから、ここに戻ってきたくなると思うんです。それじゃあお店も見ていってください。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど、いいものがあったらでいいんで買ってください。あとチョコボの装具品と黄金の羽の交換も受け付けてるんで、そちらもよろしくお願いします。ピカの方、よろしくお願いします。チョコボのことはうちにお任せください。いつでも遊びに来てくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。今日はどれにします？来てくださいね。
じゃあチョコボス。よし行くか。名前はピコ。まず足跡だよね。いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ、減ってるのかも。ごめんね、もう持ってないの。
牧場に戻ればたくさんあるよ。おい、牧場へ戻るようだな。追いかけよ。乗れそうか。今は空腹で気が立ってるから無理かな。でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う。よしよし、乗れるように準備しておくから、それまで外で待っててよ。クロードさん、お前は？僕です、チャドリーです。あれ、もしかしてお忘れですか？よかった。ミッドガルでは数々のバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまでたくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドカルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつてジュノン共和国が世界中に建設した通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。またシンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう、クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。こちらです。
信塔の軌道を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたし、名付けてワールドレ。クラウドさんには世界中を冒険しながら様々な依頼をこなしてもらいます。そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて他に質問はありますか？じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことによりグラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータをどのマテリアの開発に利用するかはクラウドさんが決めてください。ではでは、世界を巡る冒険の始まりですね。僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。